皆さんこんにちは埼玉石神科医病院循環器内科の康二でございます本日は足の動脈硬化のお話をさせていただきます足の動脈硬化に関してはあまり病気として知られてない部分がありますので本日は簡単に皆様にわかりやすいように説明をさせていただきますよろしくお願いしますよく足は第二の心臓というふうに 皆様もお話を聞いたことがあるかもしれません足の筋肉は循環を助ける補助作用をしているそういうことになると思います足の筋肉がポンプとして作用し心臓の血液循環を助ける補助するという役割があるこのように考えていただければよろしいかと思いますそして足の血管の老化というものが 心臓の血管もしくは全身の動脈硬化につながる可能性があるこのように考えていただければ良いのではないかと思いますこの閉塞性動脈硬化症という病気は日本人の約700万人程度実際にはいらっしゃるとそのように言われておりますところが実際に治療を受けている患者さんは7万人から8万人と言われておりまた多くの 合併症、こういった病気を有することが知られております。どのような病気かと申しますと、このように左側が全身の血管、そして右側が足の血管に焦点を当てた図でございます。このように足の血管の中に動脈硬化が起こることによって、足の血流、この血流が悪くなっていく、そのようなことで足の症状を、 引き起こすこのように考えていただけたらいいと思いますでは実際にどのような症状が出るかということですがまず皆様が一番わかりやすい状態としてはやはり主に足のふくらはぎここに疼痛が出てくるこのように考えていただければいいと思います実際には歩く際に足を引きずってしまったり休まないと 歩くことがなかなか難しいこのような症状が出てくることがよくありますこの病気の進行に伴いまた症状もさまざまに変化してくるというふうに考えられます当初は霊感というような症状だけであったものが徐々に歩くと痛みが出てくるこちらですねそしてその後安静にしていても足が痛くなってしまう そして最後には足の先の指の色こういったものが非常に悪くなって暗色のようう。な症状が出てきてきしまうこのように徐々に病気が進行することによって症状も徐々に変化をしてくるこのように考えていただければと思います。でさらに詳しくこの症状を見ていきますとまず最初にしびれや霊感これが生じてきます。そして 歩くと歩く際にふくらはぎを中心とした痛みこういったものを感じますそしてその次には安静時じっとしていても足の先がしびれていたり痛みを感じて夜眠るのも大変だということが生じてくることもありますそして最後には感染を起こして海洋であるとかエソこういったものになってしまうことがあります ですから早期に病気を見つけることが非常に大事だということがわかりますでは未治療で放置するとどのようになるかということですけれどもまずこのような小さな怪我そしてやけどこういったものからそこの部分に感染を起こして産んできてしまいますそううした部分が今度は海洋といってて皮膚にに欠損を生じてくるようになります。 そして、やがてはその部分が黒く変色をしてしまいその部分の組織がもしこのような組織的変化を起こしてしまった場合はなかなか足の血流を改善することを行っていても切断することをすなわち足の一部分を切除しないといけないこのような形になってしまうことがあります。 でこの病気なんですけれどもこれはですね違う病気ですから乳がんであるとか大腸がんであるとか血液の病気であるリンパ腫このような病気と比較することでどれぐらいの死亡率があるかこれを5年間で比較したこのグラフでございます。ここれを見ますとのののの赤印のグラフ重症症閉塞性動脈硬化症の場合は 約5年間の死亡率が約44%これは乳がんであるとか大腸がんの予後に比べても高い数字でございますですから早期に発見をして早期に治療をするこういったことが大事になってくるわけでございますではどのような人がこの病気にかかるかということをこの図で示します一般的にはまあ60歳以上の高齢の方であるとか男性 そして喫煙、タバコを吸ううとということですね。それ以外に以前心筋梗塞を起こしたことがあったり脳梗塞で入院したことがあるもしくは糖尿病であるとか高血圧脂質異常症といった動脈硬化のリスクファクターこういったものを複数有する方というのはこの ASO に罹患する率が高いというふうに考えられます。すなわち動脈硬化の危険因子が原因でこの病気を生じると。 いうことが言えるのではないかと思いますでは実際にどのように確定診断をするかというようなことになってきますこちらはベッドの上で寝ているという模式図でございますけれども足の血圧と腕の血圧同時に測定をすることによって足と腕の血圧の比を見ることができるような装置でございますで実際の測った測定の数値がこの部分に出てきているかと思います この数値が一般的には0.91から1.4、あ、すなわち0.9以上の数値が一般的には正常というふうに考えられます。実際にこれを数値ですけれども、この0.82という数値は末梢の動脈疾患、すなわち下肢の閉塞性動脈硬化症の疑いがありますと、このように実際に数値として表すことができます。 この0.9というのが一つの目安ということでこの0.9より小さいと病気の可能性が出てくるという形になっていきます。まあこれをもうちょっと詳しく簡単に図で示しますと腕の血圧そして足の血圧同時に測ることによって足の関節の血圧を腕の血圧で割ることでこの ABI という数値が出てきます。 で実際に血管の中の詰まり具合と正常そして比較をしてみますと0.9という数値を境に血管の中の詰まり具合がだん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 強くなってくるというふうに考えていただければいいのではないかと思います。実際の数値で表してみますと腕の血圧が100であるとするとこの方の場合90ということであれば実際の数値というのは 0.9というふうに計算としては出ることになりますもう少し詳しく調べるという形になるとまずは CT による血管撮影これは造影剤を用いて全身の血管を撮影することができます当院でも最新の CT スキャンを有しまして全身の血管を調べることが可能というふうになっております 右側は造影剤を逆に使わずにですね、血管を測定する、血管をまあ描出する、こういうシステムが当院でも行うことが可能になっております。この方の場合、この黄色い点線の部分の血管が実際にあるものが欠けてしまっている、すなわち閉塞してしまっているという形になっております。 ではこういう方の治療を実際にはどのような治療を行っていくのかという話をさせていただきたいと思いますえ基本的にはまず運動療法そして薬物療法こういった治療がまず基本となりますすなわち足をなるべく使っていただくことまあ、有酸素運動であるウォーキングであるとか自転車であるとかこういったものを行っていただきなるべく足を使っていただくこういったことがまず大事になってきます さらには薬物療法として血液をサラサラにする薬抗血小板剤というふうに呼ばれてますがこういったサラサラのお薬を使うことで血流を改善するもしくは併存する心臓の病気頭の病気に対しても合併症を予防していくとこのようなお薬が非常に大事になってきますそして一定期間運動療法であるとか薬物療法を行っていただいたにもかかわらず症状が改善しないもしくは 足の傷が治らないこのような方の場合は大きく分けててつの治療が行っております1つ目が血管内治療一般的にはカテーテルを使って狭い場所にステントであるとか風船であるとかこういったものを使って治療を行っていくとでもう一つはバイパス手術というもので狭い場所の中枢側とそして狭いところを迂回路を作ってあげるそれがバイパス手術といわれるものでございます。 で各治療に関してはそれぞれ一長一短がありますので各患者様に対して最も最適な治療こういったものを選択していくということも重要な役割になるんだろうと思います。で私の方で担当させていただいているこのカテーテルによる治療というのをもう少しピックアップしてお話をさせていただきたいと思いますけれども実際には血管が狭くなった場所に針金を通します。 そしてその針金の上をレールのような形で風船を持っていきますそして外側で圧力をかけることによって風船を膨らますことによってこの狭い場所この狭窄部位を拡張していくことが可能になりますただこの広げた血管というのはまた戻ってくることがあってありまた再狭窄こういったものを効率に起こしてくることが知られております その時に有効なのがこのステントというもので最近はこのステントの内側に薬が塗ってあるそのようなタイプのステントも開発されて実際には臨床としてて使っておりますですからより最強策を予防するそのような戦略も我々としては取ることができるようになってきたというふうに考えていただければいいと思います。これれは実際にに治療を行った時の動画になりますけれども この黒く映ってくるのは造影剤が体の中に入ってきてるというところです。少し分かりづらいのですが、太ももの部分の血管が途切れてしまっているのがわかるのではないかと思います。そして右側は実際にここに足の付け根の部分から太ももの部分にステントを入れた、そして血液の流れが非常に良好に得ることができました。 これが実際に撮影された治療の前と治療の後の実際の画像でございます実際に造影剤が流れて黒く血管が浮き上がってきますそして太もものこの部分こういったところというのは血管が途中から切れてしまって移ってくるこういった所見が得られていますそして 実際に治療を行ったとでは血液の流れが非常に良くなったということが見て取れるのではないかというふうに思いますでは実際にこのような病気になってしまったという場合どのようなまあ日常生活で気をつけないといけないかということですけれどもまずやはり歩いていただくとこれが一番いいのではないかというふうに思いますでこのウォーキングに関しては 体力を増進する効果だけではなくて医学的にもですね心臓の病気であるとか最近よく言われているフレイルの予防であるとか糖尿病でや骨粗しょう症こういった病気の予防効果もあるだけではなくて心理的なリラクゼーション効果であるとか社会的な効果も報告されているところでございます。最後になりましたけれども 人は血管とともに老いる、これは以前ウィリアム・オスラー先生の方でお話をされた言葉でございますけれども、実際、人は年齢とともに血管の内側にだんだん,だん,だん,だん汚れがたまってくるわけでございます。そして、その汚れというものがある日、破裂をして完全に詰まってきてしまうと。 そうすることによってまあ、足の血流だけではなく頭であるとか心臓の血管こういったものが病気として並存することこれが言われておりますさらにはこの病気があるとないとではこの生存率に差が出てくるというのがもう明らかに公衆衛生学的に疫学として報告されてるわけでございますこの病気をまあ持ってない方に比べて この病気を持っている方、さらには足に潰瘍であるとか組織の障害がもう既に来てしまっているような方に関して言うと、まあ、非常に生命予がが悪くくななっっててるとということが明らかになっております,すなわちこの足の詰まりの病気というのは頭の病気であるとか心臓の病気こういったものを多く合併する。 こういうことが知られておりそして死亡率が高くなるこういったことが知られておりますですから早期に病気を見つけて早期に治療するこういったことがま一番大事なんだろうというふうに思いますもし症状に心当たりのある方はぜひ一度受診をしていただいて一緒に病気のことを考えていきたいと思いますよろしくお願いします